今日もファンのみんなが待ってくれてる。準備はいい？みんな完璧なステージにするわよ。週末の記念ライブの前哨戦だと思いなさい。あ、はい。了解。でも私たちもまずは楽しまなくっちゃ。リオンも少し肩の力を抜いて思いっきりやりましょう。うん、分かってる。私は大丈夫。今まで通り、いつも通り、自分を信じて歌うだけ。みんな、そろそろ開始時刻だ。スタンバイしてくれ。それじゃあ行くわよ、セピカ。今日もキラキラしたステージにしよう。おう！お待たせ、みんな。まずはいつものこの曲から、恋のシューティングスター虚しいものだ。平穏などこの世では仮初めのものでしかない。脆く、そしてたやすく崩れてしまうものと知らずに、XRC その頭文字を使うとは。まあいい、せいぜいあがくといいだろう。すべてはたどり着くため、利用させてもらうのみ。はい、今日はここまで。みんな気をつけて帰ってね。それじゃあ柊木さん、お願い。起立で。
それでは今日から本格的に活動を開始するわ。みんな準備はできているわね。はい、バッチリです。 XRC いよいよ始動だな。それにしても結局はザナドゥリサーチクラブに落ち着いたわけか。ちょっと中二っぽいけど、まあ悪くはないかな。ザナドゥ、先日説明したけど、かつてネメシスの創始者に命名された迷宮の呼び名よ。理想郷や桃源郷などの意味で使われている言葉ですが、裏の世界では異界の迷宮の通称として使われています。ちなみに学園には X 未確認事象を探求する部活動という形で申請しました。たく、相変わらずの手回しの良さだな。でもこれで堂々と異界の調査ができますね。ああ、俺たちの新しい一歩、気を引き締めていくとしよう。それじゃあヒイラギ、例のホロスってやつを早速試してみてくれ。わかったわ。37%、 結構高いわね。場所は七星モール周辺か。すごい、そんなことまでわかるんですか。ネメシスが誇る異界化予測 AI ホロス、噂以上の性能みたいですね。ネット上の無数の情報を統合して算出してるとか言ってたっけ。それが本当なら神様アプリ以上の性能だけど、本当に信頼できるわけ。完璧ではないけど、とっかかりにはなるはずよ。実際今まで何度も助けになってくれているし。確かにいつもすげえタイミングで現場に来てやがったもんな。まあいい、何も起きなきゃそれに越したことはねえだろ。早速行ってみるとしようぜ。了解です。七星モール、ここから10分くらいだな。
どうやら何らかの理由で得意点と化したようだな。今はまだ安定してるが、放置したら暴走するかもしれん。おう、任せろ。くれぐれも気をつけろよ。結界よ。触れないヤバそうだな。時計の針みたいな。さあ、タイミングをかかる必要があるね。結界よ。よ、はい、それ、はい、よ、はい。ここは一気に駆け抜けるしか。
交代ここだ変わりまし、さあチャンジするよ。よっはい、とどめだよ。はいはい、よっはっ、よっ変わります、結界よ、ほっよっよっほっよっよっ、ぬるゲーだったね。するぜ、
戻ってきたか。起きて、朝ですよ。もういつまでも寝てちゃダメ。学校に遅れちゃうぞ。やるじゃないか、お前さんたち。話だけは聞いていたが、頼もしい活動を始めたもんだ。時計は俺の方からショップに返しておいてやろう。こっちもそろそろ品揃えを新しくするところだ。新生 XRC 全力でサポートしてやるからな。
今日は本当にお疲れ様。初日から迷宮攻略なんて大変だったでしょう。それほど大した規模じゃなかったけどな。ああそうそう、忘れるところだった。顧問を引き受けてくれてありがとな、とはね。え、なんつうか安心したんだ。部室に戻ってきた時にトワネがいてくれたのが、しおりたちも含めてみんな俺たちが日常に帰るための道しるべになってくれてる。それが何よりありがたくてな。変わったね、コウ君。え、いつからだったかな、コウ君が困ったことがあっても相談してくれなくなったのって。自分のことも他人のことも全部一人で背負って片付けようとしちゃう。もし潰れちゃったらどうしようってずっと心配だったんだよ。あ、そうか、トワネも気づいてたんだな。きっとおじいちゃんもね。でも最近は今みたいに素直に話してくれるでしょ。アスカちゃんたちと関わるようになったおかげかな。下手すりゃ俺よりも危なっかしい感じだったからな。きっと俺も変わらざるを得なかったってことなんだろう。そっか。ああ悔しいな。コウ君の悩みはいとこの私が手助けしたかったんだけど、どうやらアスカちゃんに先を越されちゃったみたい。しおりちゃんにも背中を押してもらったみたいだし。ちょっと焼けちゃうな。何の話をしてんだ。何の。ねえねえ、ところでどっちが気になるの。あ、アスカちゃんとしおりちゃん、温泉の時にどちらともいろいろと話していたみたいだし。そういうのも含めて誰が気になるのかなって。たく、好奇心旺盛な女子中学生かよ。くだらないこと言ってると置いてっちまうぞ、チビとはね。あ、チビって言った。もうコウ君生意気だぞ。少しはお姉ちゃんにですね。まったく、もうコウ君ってば、昔はあんなに可愛かったのに。とわお姉ちゃんって私の袖をギュッて掴んで。いつの話だよ、いつの。おや、君たちは。先日の事件以来になるか、確かコウ君だったかな。お疲れ様です。お疲れ様っす。でもなんでこんなところに。ってそちらの人は。お久しぶりです。いらっしゃってたんですね。うん、ちょうど近くまで立ち寄ったものでね。トワ君も元気そうで何よりだ。コウ君だったか。孫娘が世話になっている北斗清十郎、美月の祖父にあたるものだ。美月先輩の。つうことは北斗グループの。うん、会長さん。で、コウ君知らなかったんだ。君の祖父宗介とは古い友人でな、所用で森宮市に来た時たまに顔を出させてもらっている。そうだったんすか。ヤクザの若頭といい、つくづく何者なんだよ、うちのじっちゃんは。会長、お車が到着したようです。うん、もう少し話したかったが、またの機会としておくか。部活のことは聞いている。くれぐれも気をつけるといい。はあ、当然異界のことにも通じているみてえだな。
また会おう。それでは失礼いたします。さすがは日本有数のグループの総帥っつーか。とはね、知り合いだったんだな。うん、おじいちゃんの古い友達ってくらいだけど、みつきちゃんが中学で森宮に来たのもそれが縁みたいなことを聞いたし。え、そうだったのか。なんじゃ、帰っておったか。ただいま、おじいちゃん。うん、おかえり。こうも一緒じゃったか。じっちゃん、たく、まさかあんな大物と知り合いだったなんてな。ああ、清十郎のことか。学生時代からの腐れ縁でな、年に一度くらいは顔を見せに来おる。まったく、忙しいはずなのに律儀というか、バカ真面目というか。しかし春に会ったのになぜこんな時期に来たのかの。そういえばじっちゃんは異界について何も知らないはずなんだよな。うん、そのはずだよ。そんじゃ、しおりちゃん、俺らは適当に学食にでも行ってくるぜ。ごめんね、一緒に食べられなくて。友達との約束ならしょうがないよ。もうそんなのじゃないってば。それじゃまた後でね。おう。さーて、何食うかな。そろそろ夏のメニューも入ってる頃じゃない。ん、あれは。お、リオンじゃん。ありがとう。精一杯頑張っちゃおうかな。相変わらずの人気だな。ふん、それに加えていよいよ明日だからな、スピカの3周年記念特別ライブが。3周年記念、そういや言ってたな。結構前からずっと楽しみにしてたもんね。いや、今回ばかりはさすがに見逃せなくてよ。なんたって新曲も発表されるって噂でさ、チケットも徹夜して手に入れたし、超絶楽しみなんだよな。ああ、もう興奮すんな。にしても微妙に元気がねえように見えるのは俺だけか。待ってくれ。く、久我山のやつ。ああ、もうめんどくさいっての。てんめっこ、いつの間に。ひょっとして温泉で仲良くなったとか。何をやっているんだか。
市内数カ所で午後より変動ありか。SRC の発足を受け、スターカメラに新しい商品が入荷されたそうです。時間のある時にまた見ておいてくださいね、時坂部長。時坂くん君も今帰り？アイドルとの仲を疑われるなんてなかなか貴重な体験でしょ。むしろお礼を言ってほしいくらいでは。
うん、まあね。ちょうどこれから自主トレに行くところなの。その一応リハは昨日で終わったんだけど、ちょっとソロで納得できないとこがあってね。ブブー、ハズレー。実は最近なかなかいい場所を見つけたの。ちょっと郊外だけど、誰にも邪魔されないし迷惑もかからない穴場なんだ。大丈夫、言われなくても分かってるから。頑張らなくちゃ、ファンのためにも自分のためにも。それじゃあね。もしもし、時坂君。少し気になることがあってね。一足先に調査に出ていたの。ええ、ホロスが昼に予測を弾き出したの。市内の数カ所に異界化の可能性があるみたいで、まだ低確率ではあるけれどね。できればそのうちの一つの確認をお願いできないかしら。もちろん時坂君の都合がつけばで構わないから。ありがとう。それじゃあ駅前広場のスターカメラを調べてみて。もし何か兆候を見つけたらすぐに連絡をちょうだい。え、わかった。それじゃあ気をつけて。